皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日はですね、久しぶりに商品レビューしていきたいと思うんですが、商品レビューというとなんかね、 IT ツールとかですね、IoT みたいなものが今まで多かったんですけど、今日ね、久しぶりにちょっとびっくりした商品があるので、それを紹介したいと思うんですが、こちらをね、ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こちら、じゃじゃん。はい、納豆なんですけど、これ見てください。タレは袋を切らずに押すだけですということで、出口をパックの蓋につけて、上半分を両手でゆっくり押せばタレが出るというふうに書いてるんですね。で、今までこの納豆のタレ問題っていうのがあって、例えば、今までは納豆しかなかったのに、そこにですね、タレっていうのを付属することによって、どうせならタレ付き買った方がお得じゃんとかね、最初は多分ね、からししかなかったと思うんですね。醤油、最初は多分納豆だけだったのが、次にからしが入るようになって、からしプラス、タレが付くようになって、そしてさらには最近では、この蓋をパカンって折ったら、こう、ビヨンって出てくるやつあるじゃないですか。あれもあるわけなんだけど、今回出てきたのは、そうではなくてですね、蓋は蓋で、そのまま使えるんですけど、ちょっと開けてみますとですね、はい、中に、このように、タレが入ってるわけですね。タレが入ってるんですけど、で、ちょっとですね、納豆のちょっと、この袋を取りますけど、袋を取りますが、そうすると、ここのとこにですね、ここを押すだけっていうふうに書いてるんですね。で、反対ね。で、この下に出口って書いてるので、ここのとこに向かって押すと、自動的にここがね、今開いてないように見えるんだけど、押すとここから出てくるっていうんですね。じゃあ、普通ならね、こう、封を切るとかってあるんだけど、昔は封を切ることがなかなかめんどくさくて切れなかったりしたのが、最近はマジック、何でしたっけ、マジックなんとかって言って、マジックカットか。で、ここがもう全部ね、切れるとこになってるような改良をしたりとかしてね、切れ目ついたやつでもいいんだけど、どこでも切れるよみたいなのが出てきたりしたんだけど、今回は切らなくてもいいんですね。では、ちょっとこれで反対向きに向けて納豆のとこにちょっと垂らしてみたいと思うんですけど、あとはね、上から押すだけなんですね。はい、押すとこうやって出てくる。これね、画期的だなと思って。で、手が全く汚れないですよね。今までのこう切るやつだったら、ちょっと手のところにね、タレがついたりとかするし、このカパって折るやつもいいんだけど、折るとね、この蓋の部分が、こっちが、こっち側のとこがですね、ちょっと汚れたりとかしてですね、ちょっと処理がめんどくさいんだけど、これ封した時に綺麗に封できますよね、終わったとね。ということで、このようなものが出ましたということで、この納豆のタレ問題っていうのは僕は結構面白くですね、注目しているんですけど、各社一生懸命頑張ってですね、どうせ納豆売るならということで工夫してるんだけど、これね、相当コストはかかってて、お金かかってると思うので、これにお金かけるぐらいだったら、30円でもいいから安くね、してくれればいいなと思うんだけど、納豆って今、下手したら、この3パックで、60円とか70円とかで売ってるので、1バッグあたり20円ぐらいなんですよね。20円とか30円ぐらいなんですね。で、それに対して、この納豆のこのタレの蓋、タレでどのぐらいコストかかってるんだろうと思って、それよりもね、売らなきゃいけないということで、今必死にね、このタレ革命っていうのをですね、各社がやってると思いますけど、ちょっとまた見守っていきたいと思います。はい、今日は、こちらですね、これはどこの商品だ？ミツカンさんが作ったですね、袋を押すだけでタレが出せるというですね、新発売の商品について、紹介いたしました。ネットビスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。